人、塩は、松本清張の推理小説。オール読み物1967年11月号に、掲載され、1968年7月に、中短編集、人、塩収録の表題作として、文芸春秋から刊行された。1996年と2009年にテレビドラマ化、されている。目黒に住む十三歳の劇作家、曽根新吉は、柴村宮子と、 秘密で京都に宿泊していた。金属会社に勤める宮古の夫は神奈川県の油壺と三宅島を往復するヨットレースに参戦しており、8月17日の夫の油壺到着までに宮古は京都から油壺に戻る三段になっていた。8月16日の夜、新吉は宮古とホテルの屋上から大文字焼きを見物していたが、その最中、 新吉の気づかぬ間に人混みの中で宮子が消失する。彼女のスーツケースは部屋に残されたままであった。秘密の旅行ゆえ事情を告げるわけにもいかず、困惑したまま新吉は東京へ戻った。8月18日の新聞記事に新吉は驚く。宮子の夫、柴村の乗るヨットが油壺に帰着する途中、三浦半島沖合でワイルドジャイブを起こし、 同乗者の上田湖郎が死亡したという。宮古のことを言えぬまま入院した柴村に見舞いの電話をかける新吉。ところが、宮古の死体が新吉の自宅近くで発見され、柴村と顔見知りだった新吉は警察に参考人として呼ばれてしまう。松本成長スペシャル、ひとしお。1996年9月13日。 フジテレビ系列の金曜エンタテイメント枠にて放映されたスペシャルドラマ視聴率19.9%松本清張生誕100年記念スペシャルドラマ人塩2009年12月21日 TBS 系列にて放映されたスペシャルドラマ視聴率は15.4%原作と異なり前半から 刑事側の視点を中心としたストーリー構成となっている。ありがとうございます。